こんにちは、シムパイロットキヨキヨです。さて、フライトシマーの皆さん、ついにこの日がやってきました。長かったベータ期間を終えて、マイクロソフトフライトシミュレーター2024にシマアップデート2が正式にリリースされました。いやー、変更ログを読んだんですが、なんと1時間もかかりそうなボリューム、シムのオーバーホールと言って過言ではないでしょう。今回はこのシマアップデート2で一体何がどう変わったのか、注目のポイントを凝縮してご紹介していきます。このチャンネルではシミュレーターの楽しさや魅力を伝えることを目的としており、シム愛好家としての視点からレビューを行っています。本題に入る前に一つだけ絶対にやってほしいことがあります。それはローリングキャッシュの再設定です。シマアップデート2ではデータの読み込み高速化などローリングキャッシュ関連の機能が強化されています。古いキャッシュが残っていると最悪の場合クラッシュする可能性も。でもご安心ください、やり方はとっても簡単です。ファイルサイズを変更するだけで新しいキャッシュファイルに更新されます。ゲーム内のオプションからちょこっとだけ変更するだけなので忘れずにやっておきましょう。さあ、お待ちかねのアップデート内容です。まずはグラフィックから。 FSR3.1&DLSS4 対応でフレームレート爆上げということでついに来ました。グラフィック設定に FSR3.1 によるフレーム生成と DLSS4 が追加されています。これにより高画質と高フレームレートの両立がさらに現実的なものになります。特に FSR3.1 への対応はフレーム生成が可能な GPU 選択肢を広げてくれるので、無理して RTX40 シリーズ以上を選ばなくても良くなるかもしれません。これはお財布にも優しい素晴らしい改善ですね。ただ NVIDIA のグラフィックボードには注意点があります。新しいグラフィック設定を最大限に活かすためにグラフィックスドライバーは最新版の 576.40 が公式推奨となっています。古いバージョンをお使いの方は更新をお忘れなく。また DLSS4 対応により RTX50 シリーズではマルチフレーム生成が使えるとのことですが、ゲーム上のオプションで有効にすると不安定になる不具合が報告されているようです。もし試す場合は NVIDIA アプリのオーバーライド機能を利用してみてください。マイクロソフトフライトシミュレーターは HDR10 に対応していますが、シマアップデート2ではさらに磨きがかかりました。水面の影の不具合、画面端の反射のズレ、空港の照明のちらつきなど気になっていたグラフィックの不具合が多数修正されています。普段 HDR 環境でプレイされている方には朗報です。これによりより自然で美しい景色が楽しめるようになります。分厚い雲の下ではちゃんと画面が暗くなるように改善されました。これにより空の表現がより一層リアルに感じられるはずです。細部へのこだわりとしては、プロペラリバース時に巻き上がる砂ぼこりや水しぶきの方向、航空機の距離による色の変化、雨の表現など本当に細かい部分までリアリティが追求されています。開発陣のこだわりを感じますね。次にパフォーマンス面です。マイクロソフトフライトシミュレーター2024の起動時のパッケージロード画面、ちょっと長いなぁと感じた方も多いのでは。シマアップデート2ではデータの読み込みが高速化され、以前のバージョンよりもロード時間が短縮されています。これは地味に嬉しい改善ポイントです。次はナビゲーションデータ処理の精度向上です。この処理がシマアップデート2では改善され、航空機のパフォーマンスファイルに関する不具合修正やチャートデータの読み込みの最適化などが行われました。これにより正確な情報に基づいたフライトが可能になります。次は物理演算と待機シミュレーションがより精密にということで、公式発表によるとシミュレーションで使用されている物理定数と単位変換が見直され、待機シミュレーションと乱流システムがより精密になったとのこと。ただ私自身まだ全ての環境でこの進化を体験しきれていませんが、フライトのリアルさを大きく左右する部分なので、今後のフライトでの効果を実感するのが楽しみです。 VR ユーザーの皆さん、お待たせしました。 VR 関連も大幅な進化が入っています。
まずは 4V8 レンダリングの対応です。この機能が対応したことにより、VR でのパフォーマンス向上が期待できます。また DLSS 品質モード変更時のクラッシュ、ローリングキャッシュ関連、グラフィックスドライバー関連、起動時の無限ロード問題、Web アセンブリ機体読み込み時のメモリ不足など、多くのクラッシュやフリーズの問題に修正のメスが入りました。安定性の向上は本当にありがたいですね。カメラとの距離に応じてモデルのポリゴンを減らす詳細レベル LOD ですが、アセット及びデフォルトで用意されている手作り空港に改善が入りました。これによりお使いのパソコンでより効率よくパフォーマンスが出せるように変更されています。このシマアップデート2で注目の新機能としては、まず一つ目に後方乱気流の可視化オプションが追加されたことです。これはアシストの後方乱気流というところでオンにすることができます。可視化については全般のフライトインターフェースを確認してください。ただしこの機能はバッドシムなどのアプリを用いて注入された機体に限定されているとのことなので、オンラインでプレイヤーが集まって行うグループフライトには特に影響はないようなので、その点は安心です。フロート水蒸気好きにはたまらない機能、ワールドマップで水蒸気の飛行基地をフィルター表示できるようになりました。これで飛行地へのアクセスもはかどります。ゲームを開いた時に表示される通知は、表示順が新しい順番に変更され、最新の情報がすぐに分かるようになりました。ただゲームを終了すると、再度起動した時に何度も同じ通知が表示されるという現象も。ここは使い勝手としてはまだまだ改善の余地がありといったところでしょうか。今後のアップデートに期待です。グラフィックオプションに自動露出を調整するオプションが追加されました。マイクロソフトフライトシミュレーターでは、夜間のライトが一部環境で明るすぎるということがありましたが、この機能でそれが低減されるとのこと、夜間飛行のリアリティ向上につながりそうです。今回のアップデートで EFB が大幅に強化されました。例えば質量やバランスの調整であったり、フライトプランの編集機能も強化されています。例えばシムブリーフのルートをコピーし、鉛筆のマークをクリックしてルートを貼り付けると、こんな感じに手軽にルートが設定できるようになったり、付近の空港の天候情報、航空機の情報など、本当に多くの機能が追加され、使いやすさが格段に向上しています。覚えるまでは少し大変かもしれませんが、これはパイロットにとって革命的な進化と言えるでしょう。再び VR の話題ですが、こちらも見逃せません。4V8 レンダリングによるパフォーマンスアップはもちろんのこと、VR コントローラーを使った機体の操作など、多くの不具合が修正されています。特にこれまで操作が大変だった EFB ですが、シムアップデート2によって、ひとまずストレスなく操作できるレベルまで改善されています。また VR 時にマイクロソフトフライトシミュレーターのツールバーが非表示状態で触れなかった問題についても、常時表示するというある意味力技ですが、解決策によって修正されました。ちなみにこのツールバーは指定のキーを押すと消すことができるので、操作の邪魔になる場合はキー割り当てを追加してみてください。その他 VR 操作全般を見直していて、ヘリコプターの操作、景気との干渉、ヨークコントローラーの動作、ゲームパネルの位置とサイズが保存されない問題の修正など、VR に関するあらゆる操作性が見直され改善されています。VR パイロットにとっては良いアップデートかもしれません。2024ではプリフライトというフライト前にカバーなどを外す手順があります。ただこれ時間がかかりとても面倒です。しかしながらシマアップデート2ではボタン一つでプリフライトを完了できるクイックプリフライトアクションが追加されました。デフォルトではオルトプラス9キーに割り当てられています。これを押すだけでいつでもどこでも簡単にカバーやチョークを外せるので、急いでフライトを開始したい方にはおすすめです。待望の機能がついに実装されました。
それはゲームリリース時に約束されていたコントローラー設定のインポート・エクスポート機能です。これで周辺機器メーカー独自の割り当て設定も公開しやすくなるはず。今後の周辺機器メーカーの対応に期待が高まります。マルチ環境も改善されています。内容については、すでに満員のグループに参加しようとしたときにエラーメッセージが表示されるようになったこと、マルチプレイヤーでパイロットがコックピットを離れると飛行機が滑る問題の修正、そしてワールドマップ上のマルチプレイヤー機体の位置と動きの改善です。これまでのアップデートと比較すると小規模かもしれませんが、確実に改善されているようです。各機体のオーバーホールも多数行われています。内容が非常に多いので詳しく知りたい方はぜひ公式のリリースノートを確認してください。個人的に嬉しいのは、この島アップデート2にてやっとサーブ340がまともに飛ばせるレベルに改善されたことです。 EFB を使って UNS1 にルートをインポートすることも可能になりました。とはいえ細かく見るとインバータースイッチがまだ操作できなかったり、コンディションレバーの操作はコントローラーではなくマウスを使う必要があったり、コックピット内のライトは暗いなど、まだまだ気になる点も。ここは今後のさらなるアップデートに期待したいと思います。今後のマイクロソフトフライトシミュレーターの動きです。現在島アップデート2がリリースされたばかりですが、この動画を公開している頃にはすでに次のアップデート島アップデート3のベータ版が開始されています。この島アップデート3ではバグ修正がメインとなる予定とのことですが、新しい情報が分かり次第皆さんにも共有したいと思います。そして2020に関しても動きがあります。なんと島アップデート16のベータ版公開に向けた準備が始まろうとしているとのこと。こちらはまだ内容がよく分かっていませんが、2024で FSR3.1 が追加されたように、2020の島アップデート16でも実装されたら嬉しいですね。今回の島アップデート2はグラフィック、パフォーマンス、新機能、VR、操作性、オンライン機能などあらゆる面で大幅な進化を遂げました。よりリアルでより快適なフライトシミュレーターの世界が私たちを待っています。ぜひ皆さんもこの進化した2024で素晴らしいフライト体験をお楽しみください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。